真夏の幻覚八月の炎天下屋根部神に三四人の工人たちが屋根を張ったり登ったり降りたりしていた黒赤色の背中短いズボンで腰部を隠すほかほとんど裸体であった「映像映像」えー、ーという節の流行り歌の流行るある夏の頃であった。 えぞえい、ー、ぞと歌いながら公人たちは武神に潜んでいたその黒赤色の背をまろぶ汗の玉の大粒なこと涼しい涼しいと感じながらそのコロコロもまろぶ汗の玉を私は眺めていたのである国裂な気持ちに追い詰められて見ていたそのどん詰まりから 湧き出したりたかんであったかもしれないのだが百合が狂人の目のように赤み走ってしかも落ち着いて咲いていた幾ちも幾鉢も二三本の茎を伸ばして細いしなやかな先端にずっしりと重いような太い輪郭の花を咲かしていた花の赤みにはごまのような 跳ねた粒子系の塊のようなたくましい蝶が花に打ち付かるどう猛さで飛んできてはまたどこかへ行ったそしてまた来ては花の上下前後を縫い辺りを飛び回った汗は心身と後人たちの背にまろび百合は赤く咲ききわまって酷暑の午後の太陽の光の中に くらむばかりの強い刺激を目に与える私は地方の無感覚にだんだん隔たっていく自分をうつらうつら無意識と意識の境に置きながらたたずまっていた新吉が武神場の屋根から落ちたのである新吉は公人の中でも一番若い23歳の青年であった。 えぞえー、ぞと新吉も他の公人と歌っていたのであったその新吉がなぜ武神場の足場丸太から足を滑らせたのか新吉は幻覚という言葉は知らなかったがそれと同じ表現を新吉の持つだけの語彙を使って私が入院させた病院のベッドの上でせいぜい私に言ってみた。 何かすばらしく偉大なものありがたいもの懐かしいもの恋しいものやりきれないもの恐ろしいようなもの黙ってじっとしていられない圧迫のようなものカッと怒りたいもの身震いをして泣き出したいようなものだとつかって破壊したいそして追いついていってすがりつきたいようなもの 新吉は突然真夏の午後の熾烈な日光の下で地上幾重尺下の空中の仕事のさなかにその幻覚の質か良化の区別もつかぬ不思議な正体に襲われたのであるその刹那、新真吉は足場丸太から足を踏み外し地上に落ちて右の飛骨を撃ったのである。